はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、l i n e p a y マイカラー制度変更し、5月からマイランク制度導入へ、メルペイとプリンがファミリーマートでついに利用可能、a u p a y で公共料金の支払いもということで、今回は l i n e p a y メルペイとプリン、そして a u p a y の大きく3つの話題についてサクッとお伝えしていこうと思います。それではまずはこちらからですね。 じゃんということで、ついにファミリーマートでプリントメルペイが対応するということになりました。なんかこう、意外とね、メルペイって対応してるなっていう感じだったんですけども、実はメルペイのコード決済、QR コード決済については、今まで対応してなかったんですよね。一応対応してたのは、タントンでおなじみの ID 決済は使えてたんですけども、今回からですね、2020年の3月の31日火曜日からですね、コード決済が可能となります。で、それと同時に、無料送金アプリのプリン、 も対応となるということでございました。これちょっと意外でしたね。まあ、ちょっとね、ほんとプリンに関しては、ちょっとなんかこう銀行口座との連携とかっていう話もあったんですけども、それはちょっとどこに行ったのかなと思ったんですけども、まあ、とりあえずね、ファミリーマートでは普通にお支払いがプリンを使って、そしてメルペイのコード決済を使ってできるようになるということでございます。 で、一応今、ファミリーマートで対応しているコード決済なんですけども、今ですと、d 払い、楽天ペイ、ラインペイ、ペイペイ、そして、アリペイ、ウィーチャットペイ、ファミペイ、 aupay, jcoinpay, みんな大好き y o u t ペ b プリンメルペイということで、まあ、ほとんどの主要となる、まあ、コード決済についてはほとんど対応してるという感じですかね。そして、あと、プラスですね、もう一つ発表がありまして、フリマアプリのメルカリですね。これも、なんとですね、ファミペイを使ってメルカリのオンラインでの決済が可能ということの発表もありました。 これは2020年の6月の下旬予定ということでございましたので、まあファミペイユーザーの方で、なおかつメルカリを利用されている方であれば、まあ結構ね、お得に使える時もあるんじゃないかなと思います。それでは次ですね。じゃんということで、先日まですごい話題になっておりました。au ペイですね。なんとこの au ペイを使ってお家で簡単便利、 AUP ぺ、AU 請求書支払いということで、なんとですね、今度から、AUP ぺを使って、請求書支払いに対応するということになりました。一応ですね、還元率なんですけども、200円で1ポイントということでしたので、0.5%還元となります。なので、結構その、AUP ぺを使われてる方であれば、まあ、小額ではあるんですけども、全然この還元があるだけでも結構いいんじゃないかなと思います。で、実際に使えるところなんですけども、まだまだちょっとね、使える場所っていうのは限られておりまして、電気の場合は関西で 電電電力力力中国電力そして沖縄電力でガスは北海道ガス、レモンガス、大阪ガス。であと水道に関しては東京と水道。これ4月1日以降ということでございました。で、ちょっと上の方にも小さく出てるんですけども、対応支払い先は順次拡大中ということでございましたので、まだまだすぐにいろんな場所で使えるわけではないんですけども、まあ、長い目で見て、いずれ、まあ、e u ペイでも公共料金が支払えるようにはどんどんなりつつあるのかなと思います。 以上ですね、僕なりに現在スマホ決済で請求書支払いに対応しているもの、そして店頭で支払えるものっていうのをちょっと分けて簡単に作りました。今現在 PayPay ペペの場合は0.5%還元。もう PayPay ペペだけでも今現在払うことができまして、あと LINEPay も一部支払えるものもあるんですけども、これはもうマイカラーによって還元率が変わると。そして auPay が今回新たに入ってくるということですね。で、ファミペイに関しましては店頭で支払うことができるんですけども、これ還元率というよりかは1件あたり10%。 ポイントとなっております。なのでぜひですねご自身のま支払いよく請求書はただ普通にコンビニで現金で払ってるっていう方がいらっしゃいましたらまあ、こういった方法も使って請求書支払いを試してみるのもいいんじゃないかなと思います。それでは最後こちらですねじゃんということで今回のメインでも LINE ポイントクラブについて簡単ではあるんですけどもお伝えをしていこうと思います。でこの LINE ポイントクラブなんですけども元々 LINE Pay に関しましてはマイカラーという制度があるんですけどもこれが2020年の5月 2月 1>, 1日金曜日の9時59分で終了しまして同じ日の 5月、2020年5月1日金曜日の10時から今回発表された LINE ポイントクラブがスタートするということになりました。そして今回のですね、LINE ポイントクラブなんですけども、ちょっと猫ちゃんはめちゃくちゃちょっと小さくしましてですね、これ公式ページそのまま読んだ方がいいかなと思ってそのまま引っ張ってきました。で、このまま読みたいと思うんですけども、LINE ポイントクラブは過去6ヶ月間に獲得した LINE ポイントの総量を基準に、レギュラー、シルバー、ゴールド、プラチナの4つのランクを提供する LINE の新たなメンバーシッププログラムです。ランクは毎月1日の10時で更新されて、獲得した LINE ポイントの総量によってランクが変動するということでありますね。で、下にもちょっと書いてるんですけども、プラチナへのランクアップは LINE ポイントの獲得に加えて今後提供開始予定の Visa LINEPay クレジットカードを LINEPay アカウントに登録することが必須条件となりますということですね。 ま、そのランクについてなんですけども、まあ、こちら、レギュラー、シルバー、ゴールドに関しては、とりあえず誰でもなれるということなんですけども、ここでですね、まあ、その今お伝えしたこのプラチナに関しては、えー、前回ですね、まあ、僕の方で動画にもさせていただいた、ビザ、ラインペイ、クレジットカードがどうしても必要となるということですね。まあ、ちなみにこれクレジットカードなので、審査というのが必要となるので、僕自身もちょっと作れるかどうかっていうのはわかんないんですけども、まあ、これにプラチナになりたいという方は、このクレカが必要ということになりますね。で、その今回のランク なんですけどもざっとこんな感じですね先ほどお伝えしたレギュラー、シルバー、ゴールドに関してはまあこれであれば誰でもなれるということでこのプラチナに関しては先ほどお伝えしたビザ、ラインペイ、クレジットカードがどうしても必要となるということですねでですねまあちょっと話にも先ほど出てきたそのランクがどんな風にまあ変更されるのかというところなんですけどもこれちょっとそのまま読みたいと思うんですがマイランクは過去6ヶ月間のポイント獲得数に応じて決まり毎 1> 月1日10日時に更新がされると例えばレギュラーランク会員が1月から6月に100ポイント獲得すると7月の1日に 10時にシルバーにランクアップがされるということですね。まあ今、緑色の部分ですね。これがランク判定期間。これが6ヶ月間で、それが決まって、そのランクの期間というのは1ヶ月間としても判定がされるということですね。先ほどのマイランクについての、まあ、先ほどのですね、マイランク制度についてのこの表をですね、元にお伝えしたいと思うんですけども、このレギュラーからシルバーに上がるためには、先ほどお伝えした条件をクリアするというのが必要となります。けどまあ、レギュラーからシルバーの間、この6ヶ月間、 期間というようなまあ、猶予じゃないですけど期間があるので、まあ、それまでにその条件をクリアするのって結構まあ簡単なのかなと思いますね。まあその6ヶ月間どうやってその100ポイントを貯めるかにはよると思うんですけども、今の LINE のサービスってまあ結構いろいろあったりするので、まあ、それもトータルして100ポイントなので、まあ実際にまあ、始まってみない,ないとわかんないんですけども、まあ貯めやすいのかなと思います。 で、今回のこの LINEPay については、まあご利用特典としてそのチャージペイというのがですね、まあキーワードとして一つあるんですけども、まあそれがですね、まあどんなものかということなんですが、チャージペイとは、 5月の1日からご利用可能になる Visa LINE Pay クレジットカードを LINE Pay に登録していただくことでこれまでのように事前に銀行口座や現金で残高をチャージしなくてもコード支払いが可能になる新機能ですということでまあとりあえずくっつけたらもうそのまま使うことができるということですねであと真ん中のお支払い金額はクレジットカード料金としてまとめてお支払い後払いとなりますということなのでまあこれ本当にめちゃくちゃ便利になりそうな機能ですね で、下にも書いているように、LINE ポイントクラブではご自身のマイランクに応じてチャージペイご利用時のポイント還元が受けられます。マイランクがアップするほど還元率がアップしますということですね。まあ、その還元率なんですけども、それがこちらですね。LINEPay のポイント還元率チャージペイということで、一番下がレイラーが1%。 で、それに加えて、シルバーに上がら、シルバー、ゴールド、プラチナに上がるにつれて0.5%、プラスゴールド1%、そしてプラチナであればプラス2%となるということですね。あとはですね、そのランクに応じて、まあ、得点もらえるできるクーポンというのもあるんですけども、これはその得点2つ目なんですが、還元率プラスクーポンももらえるということで、まあ、これもちょっと公式ページ読みたいと思うんですけども、 ラインポイントクラブではマイランクに応じてラインペイで使える特典クーポンをプレゼントされるということなんですが特典クーポンはラインペイの人気加盟店50社以上の 定額定率のクーポンです。レギュラーからプラチナまで全ての LINE ユーザーの皆様がご自身のランクに応じてもらえるということですね。なので、まあ、特にその使ってなくてもレギュラーの方でも最低でも1枚もらえたりとかシルバーで3枚とかですね。で、今回このポイントとなったのが人気加盟店50社以上ということでしたので、まあ、僕の予想とすると、まあ、結構有名なコンビニであったりとか、まあ、ドラッグストアあたりのクーポンが出てくると個人的には嬉しいなとちょっと思って、プラス、まあ、それも出てきたら 出てくるんじゃないかなとちょっと予想はしております。で、最後にこの部分ですね。なお、チャージペイがスタートした後も、LINEPay 残高でのコード支払いや、LINEPay カード等も引きご続きご利用いただけますということでしたので、まあ今まで通りですね、まあ今持ってるプリペイドタイプの LINEPay カードであったりとか、普通のコード決済も使えるので、そこは問題ないということですね。で、ここですね、ポイントは、チャージペイ以外のお支払い方法をご利用時のポイント還元については、LINEPay より別 お知らせ予定ででですとということでしたので、まあ、実際にですね、まあ、LINEPay 今使われてる方も結構多いとは思うんですけども、まあ、今回の発表もあったので、まあ、その別途お知らせされる予定なんですけども、あんまりまあどうなんだろうっていう、まあ、正直今この流れではあるので、まあ、わすごい大きな期待をしてもいいのかどうかっていうのは、ちょっともやもやするとこでは正直,な正直あります。 まあ今回のそのマイランク制度をうまく活用するにはもうぶっちゃけたところビザ、ラインペイ、クレジットカードがもう必須アイテムになるんじゃないかなと思うのでまあ正直ね僕も作れるかどうかっていうのはわかんないんですけどもまあとりあえずまず申し込んで本当にねこの今後ラインペイがどんな風に活躍するかっていうのはわかんないのでまあそれもまあ一つの楽しみとしてまたその時にまた考えたいなと思っております まあそんなこんなで今回はメルペイ、ファミペイ、そして au ペイとラインペイについてお伝えをさせていただきました。まあね、本当と最後のラインペイに関しては解説というか、もう公式ページをただ見るだけというものではあったんですけども、まあ先ほどお伝えしたそのベッドお知らせみたいなのがあれば、改めて、 このマイランク制度についてまた動画を作りたいなと思っております。まあ、ぜひですね、このマイランク制度についてちょっと思うことなどがあれば、ぜひ下のコメント欄に書き込んでってくださいと。一応今回お伝えした公式のリンクなど下の概要欄に貼っていますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 今朝ですね、あのツイッターでもつぶやいたんですけども、皆さん覚えてますかねこれ僕がキャンペーンとかでもちょっとお伝えしてた GoGo スーパーチャンス、D ポイントのキャンペーンの GoGo スーパーチャンスというものなんですが、最大3万ポイントが当たるキャンペーンで、僕もあの、まあ、 同じお店に20回行って使うのか、もしくはいろんなお店に5点回って使うのかっていうのはうキャンペーンをちょっとやってて、これ抽選のキャンペーンだったんですけども、今朝ですね、見たらなんと D ポイントが1000円、1000ポイント分当たってたんですよね。いや、これ嬉しいですよね。まあ、結構ですね、視聴者さんでも参加された方って結構多いと思うので、皆さんはどうだったかなっていうのはちょっと気になるところではあります。まあ、ちなみにこの D ポイントに関しては、現在 D デリバリーが今日と明日まで、まあ、キャンペーン中なので、まあ、それに 全部費やしたいなと思います。ということで、ありがとうございました。